宝来寺元源氏物語とは、源氏物語の写本の一つであり、愛知県新城市の宝来寺山の山頂付近にある、新言集五地教団の寺院である宝来寺に、伝来する、源氏物語の写本であるため、宝来寺元源氏物語の名で呼ばれる。源の近行きの奥書を持ち河内本系統の本文を持つ写本の一つであり、大鳥の写本記号で、 後位源氏物語及び源氏物語体制に、河内本系統の本文を持つ写本として後位が取られている。三州放来で羅略史には、源氏物語54巻これ、冷勢公文た助教二条和賞、ためよ教領校の筆、唐間光博教典書付近なし巻絵銀金具の、炭須鍵外箱付きの物文化14年、定中さぬき主従五位下大屋尊政寺寄付との、 記述が存在するため、もともとは、吉田家にあり、もう年家に入った後、江戸時代中期に、毛利氏から宝来寺に寄贈されたとされる。また元はは54条すべて揃っていたと見られるが、宝来寺が1914年に本堂を消失する火災にあい、その再本社本も一部分が焼けたため現在は48条のみが、残っているとされる。昭和初期に、 池田機関が調査した際には、閲覧を許され、その際作成した模本が、東海大学図書館東園文庫に現存するが、近年、池田敏夫が調査を願い出た際には、現在はどなたに対しても公開しておりませんとの、返答を得て調査できなかったため、前述の池田機関が、作成した模本を利用して、調査を行っている。ありがとうございます。